ホンダ CBX、ホンダ CBX250CBX250 CB は、かつてホンダ技研工業が製造販売したオートバイである。1980年代前半にシリーズ展開された、ロードスポーツモデル CBX シリーズの排気量 250CC クラスの普通自動二輪車で、CBX250RS 及び CBX250S の2モデルが、 製造販売された。しかし、レーサーレプリカ並びに直列4気筒モデルへの人気集中により、販売戦略的には振るわず、いずれも1987年にまで生産中止となった。常述モデル以外では2001年から2008年に海外生産販売された CBX250 ツイスターが存在するが、同じ本香では日本国内で製造販売された。 CBX250RS-CBX250S について解説を行う。両モデルとも同社のデュアルパーパスモデル用に開発された空冷4ストローク単気筒エンジンを本シリーズ用にチューニングした上で常時高互式6段マニュアルトランスミッションを搭載する点は共通するが、それぞれ発売時期、開発理由、コンセプトが異なる。 CBX250RS1983 年4月20日発表同年5月20日発売形式名 MC10MC02 型 CB250RS の後継者で高性能で乗りやすいベーシックスポーツモデルをコンセプトに開発されたネイキッドモデルである搭載される MC10E 型エンジンは内径 X 工程 72.0X61.3 とし、同時期発売の XLX250R 用 MD08E 型と共通設計化を実施。短気筒エンジンでありながら、低速域から高速域までの吸入効率向上と、俊敏レスポンス追求から合計 26mm のキャブレターを2機連結搭載する、デュアルインテーク方式や燃焼効率と吸排囲気効率を大幅に、 向上させるためバルブを放射状配置とする RFVC ヘッドとされたが、同弁機構の DOHC カナラビに指導方式をセルフ式とした際がある。同年12月に販売開始されたギガバイト2 5 0クラブマンは形式が同じ MC10 型とする姉妹車であり、エンジンフレームエアクリーナーボックスなど共通部品も多数あるが、車体番号で分別される。 1985年2月18日発表、同年3月15日発売、形式名 MC12、軽量コンパクト設計をコンセプトに開発されたモデルで、車体も CBX250RS より一回り、小さく約 15kg の軽量化がされた。本モデルは CBX125 回の上位機種として設定され、フレーム及び車体を強化し、 ロケット型ハーフカウルやアルミニウム製ブーメラン型、コムスターホイールを装着する。搭載される内径 X 工程、75.0、X56.5 の MC12E 型エンジンは、MD16 型 XLR250R に、搭載されていた、MD16E 型 RFVC ヘッド4バルブ、サイチェシーエンジンの始動方式を、キックスターターから、セルモーターへ変更した上で、 本モデル用にチューニングを施したものである。ありがとうございます。